撫でるのを途中でやめると静止してしまうワンちゃんがいるらしい。本当かな。そんなバナナと思ったけど、我が家のコロちゃんも撫でられるのが好きなので検証してみたいと思います。犬にこの音源を聞かせると首をかしげるというこの動画は本当か？本当かな？そんな不思議な話はないと思ったけど、おやつをあげないとお手をしてくれない不思議なコロちゃんでも試してみたいと思います。結果はまさかの本当でした。まあやっぱり男の子やな。猫に領域展開をすると飛びかかってくるこの動画は本当か？ヘビ、シャー。本当かな？そんなわけにゃいでしょと思ったけど、猫みたいに可愛いうちのコロちゃんで試してみたいと思います。領域展開、ヘビ、シャー。海外で話題のペットに治療費を請求するとぐったりするというこの動画は本当か？本当かな？そんなわけないでしょうと思ったけど、先月コロちゃんも病院に行ったので検証したいと思います。こないだ行った動物病院の治療費なんだけどさ、どうやってコロちゃんを払おうと思ってるかわからないけど、ここに家賃なしで住んでるし。コロちゃん？おやつ当てゲームで片方を多くすると犬が騙されるというこの動画は本当か？本当かな？そんなのに引っかかるわけないと思ったけど、念のため我が家のコロちゃんでも試してみたいと思います。TikTok で見つけたバーンをすると時間差で倒れるこの猫の動画は本当か？本当かな？きっとそんなことはないでしょうと思ったけど、念のため我が家のコロちゃんでも試してみたいと思います。また会おうぜ名探偵バカ。TikTok で見つけた猫の鳴き声を中山きんに君にしても違和感がないというこの動画は本当か？今回は犬のコロちゃんで検証したいと思います。しかしおしとやかなコロちゃんは普段はなかなか鳴きません。そんなコロちゃんの鳴き声を聞く方法を思いつきました。それは飼い主が一人で散歩に行くことです。ゆっくりでお願いね、コロちゃん。コロちゃん。パワー！やー！海外で大流行しているペットから呪われると噂のこの音源は本当か？第一印象は嘘、きっと音にはめているだけ。念のためうちのコロちゃんで検証したいと思います。結果は全く反応せず、いつも通りの可愛いコロちゃんでした。気を取り直して散歩に行こうと思います。ゆっくりでお願いね、コロちゃん。コロちゃん。飼い主が痛がると心配してくれるワンちゃんがいるらしい。本当かな？我が家のコロちゃんは心配してくれるのか検証します。痛いよコロちゃん。痛いって鏡を見ると自分にガチギレするワンちゃんがいるらしい。本当かな？早速うちのコロちゃんでも試してみたいと思います。結果は恐る恐る鏡を見つめて自分の頭を回し始めました。犬に救急車のサイレンを聞かせると遠吠えをするというこの動画は本当か？本当かな？そんなわけないチンゲールと思ったけど、飼い主が具合が悪くて倒れて救急車のサイレンが鳴ったら、普段遠吠えをしないコロちゃんでも遠吠えしてくれると思うので検証します。海外で話題のペットが筋トレを手伝ってくれるこの動画は本当か？本当かな？愛犬が筋トレを手伝ってくれるなんて犬も歩けば棒に当たる。今日は我が家のコロちゃんと一緒にトレーニング。母親の前でサイレントマジョリティを踊って準備運動は完了。まずは基本の腕立て伏せ。背中に乗ってくれる様子は一切見られませんでした。
両親は日頃から野菜作りで体を鍛えていますが、妹作りのためにしっかりと父親の下半身を追い込んでいきます。コロちゃんも嫌な顔一つせずスクワットに付き合ってくれました。筋トレの後なんだからゆっくりとお願いね。コロちゃん、コロちゃん。海外で話題の犬はこの音源が苦手という動画は本当か？本当かな？そんなはちゃめちゃいな話はないと思ったけど、我が家のコロちゃんでも試してみたいと思います。首をかしげてはいたけど怖がる様子は見られませんでした。気を取り直して散歩に行きたいと思います。ゆっくりでお願いね、コロちゃん、コロちゃん。ペットに聞かせると眠ってしまうというこの音源の動画は本当か？第一印象はお眠り。ついにこのダイソーのペット用寝袋の出番が来ました。早速コロちゃんの隣に寝袋を敷いて検証スタート。なんといきなり寝袋を噛みつき始めました。今回の検証はある意味成功。みんなのペットでも試してみてね。ぐっすりでお願いね、コロちゃん、コロちゃん。